ラッキーくじゴールデンカムイパステルアートコレクション5回引いてきました。引いてきました。まさかの A 賞を2つ出すっていうね、私たちにしてはちょっと珍しいですよね。はい、めっちゃ神引きだったね。興奮しました。すごい全部の賞をゲットできてすごい嬉しいよね。はい、理想的な引きでした。それでは早速見ていきたいと思います。まずこちらの A 賞プレミアムバスタオルから開けてみましょう。タオルこんな感じです。大きいね。いや嬉しいですね。なんかこうやって敷いて何か飾るのにはすごいいいかも。え、全然写りきれないね。そうですね。はい、土方さん、鶴見注意と、はい、尾形、杉本、見えるかな。月島軍曹にアシリパさんで、白石に恋と音のシーンとなってます。このなんかパステルの何これ、ちょっとなんか水彩画チックな。そうですね、これがね、うん、またね、可愛いですよね。可愛い、おしゃれな感じになってますね。すごい可愛い。2個当たったんで1つはもう惜しみなく使えるね。はい、もう今度ね健康ランドに持ってこうかと思います。本当に、はい、バーニャしてきます。それではお次は B 賞のぬいぐるみマスコットを開封していきましょう。いやこれ本当に楽しみですよね。はい、こちらは全20種類になってるんですけれども、もうメンバーがねすごいよね。しかも1ロットに各1個ずつしかないので、ぬいぐるみ自体はもう20個しかないんだよね、はい、今から開けていきましょう。それではいきます。せーの、じゃん。おー、走りました。嬉しい、めっちゃ可愛い。わー、杉本も欲しい。やばい、え、すごい。なんかね思ってたよりめっちゃ作り、いや、これめちゃめちゃいいですね。破れちゃった。破れた。で、これ本当に660円ってめっちゃ安いって今回思った。え、めっちゃ可愛いよ。いやー、これすっごいよく作られてますね。すごい。あ、上はちゃんとなんかボールチェーン通せるようになってるんだね。目の刺繍のとこもすごいいいし、うん、あ、ちゃんとアシリパさん耳ピアスしてるし、細かいですね。なんかちょっとぷっくりしてる感じが可愛いね。はい、ちゃんとお洋服もあるし、え、ここもねモフモフになってる。すごい、本当だ。なんかふわふわしてる、生地が全然違う。めっちゃ可愛いよ、本当に。お次はこちら C 賞クリアスタンドを開封していきます。杉本さん、1が欲しいです。あ、いいですね、杉本。では、はい、いきます。せーの、はい。おー、おしいばさん、やばい。嬉しい。めっちゃ可愛い。すごい。え、待って、台座がすごいよ。入れ墨認品になってる。本当だ。めっちゃ可愛い。凝ってる。一瞬さ、バスケットボールにも見えるね。確かに。あれ、こんな感じ。めっちゃ可愛いです。最近よくアシリバさん出てくれるよね、すごくね。嬉しいです。嬉しいね。はい、こんな感じです。これを元にして、このぬいぐるみを作ったって感じなのかな？ああ、なるほどね。めっちゃ可愛いね、本当に。それでは最後は D 賞缶バッジを開けていきます。さあ、行きましょう。はい。せーの、じゃん。おー、バシリが当たってくれました。嬉しい。尾形ふんふん。めっちゃ可愛いです。ということで今回引いてきた5回の結果はこんな感じになったんですが、ですが、はい、実はじゃ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 ーん。あー、引いちゃいました。はい、ラストラッキー賞をゲットしました。はい、このラストラッキー賞はもう絶対手に入れたかったんですよね。はい、で店舗を巡ったんですが、なんと残り11回に出会えたんですよ。出会いました。いやもう運命と思いました、はい、即購入しますよね。はい、即でした。はい、めっちゃ可愛いです。ラストラッキー賞紹介の前に C 賞と D 賞を開けていきます。 C 賞のクリアスタンドは2個ですね。で、缶バッジは9個
で残り11個っていう感じになってました。はい、それでは師匠のクリアスタンドをこちらが、まあ、実質3個目ですね。はい、はい、いきます。せーの、じゃん。おかしいパターン。かわいい、嬉しいね。嬉しいです。クリアスタンドこちら最後です。いきます。せーの、じゃん。おやった。嘘、やりましたね。めっちゃ嬉しい。杉本出てくれました。はい、もう最高です。いや、え、神引きすぎない？私たち、ね、よかったですね。はい、もう私たち得でしかないですね。はい、すいません。杉本のクリアスタンドこんな感じです。めっちゃかわいい。やったー、アシリパさんと一緒に飼われる。やりました。では缶バッジ9個ですね、サクサクいきます。はい、1個目です。せーの、じゃん。インカラマかわいい。かわいいですね。インカラマのさ、ぬいぐるみとかもさ、絶対欲しかったよね。欲しかったです。それでは2個目です。せーの、じゃん。おお、キロラン系。キロちゃん、めっちゃかわいい。ひげぼうぼう。すごいですね。かわいいよ。それでは3個目です。せーの、じゃん。おお、谷垣西子。かわいい。インカラマと一緒です。一緒です。一緒に飾ります。そうですね、はい、それでは4個目です。せーの、じゃん。おお、ひじかた。かっこいいけどかわいいね。かわいい。それでは5個目です。せーの、じゃん。おお、杉本。いいねいいね。いい感じですね。それでは6個目です。せーの、じゃん。おお、来ましたよ。嬉しい、ゲットできて。これは嬉しいですね。それでは7個目です。せーの、じゃん。おお、津波注意。津波注意なきゃ。やばい、これで念願の。それでは8個目です。せーの、じゃん。おお、白石。待ってました。めっちゃ嬉しい。かわいい。ツルツルだよ、頭。かわいいね。嬉しいです。それではこちら最後です。いきます。せーの、じゃん。おお、うさみ。うさみじゃないですか。めっちゃ可愛いじゃん。大好きなうさみが来ましたよ。大好きですよ。もううさみ二階堂白石、もう自分大好きなんです。めっちゃ濃いメンツ。はい。それではこちらラストラッキー賞を開けていきましょう。うわ、嬉しい。山田一座ぬいぐるみマスコットセットよ。この背景もめっちゃ可愛いよね。可愛いですね。思い出す。嬉しい。しかもアシリパさん出てくれたからさ、めっちゃちょうどよくない？このメンバーにアシリパさんって。いや、かわいい。ちょっと見て、ここさ、ゴムで縛り付けられてる。かわいい。めっちゃかわいい。ちょっと撮っていきましょうか。はい、はい。杉本、傷だらけよ、これすごいよ。あ、かわいい。見て、もうね、腹切り賞ですからね。そうですね。はい、めっちゃかわいい。すごい細かい。傷だらけですね。傷だらけ、超傷だらけ。こんなかわいいさ、ぬいぐるみなのに、こんな傷だらけでちょっとグロテスク。めっちゃかわいいです。お次は谷垣西パを解放してあげましょう。もうね、不器用なんですよね。いやー、めっちゃ、ちょっとなんかさ、曲がってる。ちょっと右寄りに曲がってるのがかわいいです。いやー、もうこのシーン、もう本当に大好き。もうさ、もう裏で泣いてますからね。そうですね。ベニコ先輩。めちゃめちゃ可愛いです。それではこちらが月島軍曹ですね。なんかシュールすぎる。シュールです。いいですね。可愛い。なにこの足のガニ股加減が、ちょっとめっちゃ可愛いね。この谷垣と月島が踊ってるんですよ。そうなんだよね。あのシーンめっちゃ本当面白いよね。こうやって無の顔でいつも見てる。人形遊びできそう。めっちゃ可愛いです、本当に。さあ、どっちがどっちでしょう。絶対わかりませんね。難しい。正解はじゃーん。おめっちゃ可愛い。そして最後は音のシーンですね。可愛い。キエー。可愛い。このほっぺがちゃんと赤らんでるところがすごいいいね。この自信ありげな顔がまたいいですよね。確かに、ちゃんとぬいぐるみも似合ってしてるしね。もう何かとね、杉本のことをライバル視してますからね。かわいい、めっちゃ。ということで、今回は結果16回引きました。いやー、本当にね、大満足です。はい、もうめちゃめちゃ満足です。超かわいい。ジャンフェス2023でもゴールデンカムイのグッズがたくさんね、販売されるから、めちゃめちゃ楽しみだよね。はい、もうね、ワクワクします。はい、また買ったら購入品紹介したいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。
それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。